吉谷さん、こんにちは。億万長者合宿の今日はですね、奥義をお伝えしましょう。それはアンチに商品を売る方法です。これは実際私がアフィリエイト活動をずっとやってきた時に、ずっとアンチの方に商品を売ってきた方法なんですよ。アンチの方に売った商品の価格は10万円から30万円でございます。これがですね、もうかなり何十本か売れてますね。もう忘れましたけども、やってる時はね、本当にこんなに簡単にいくのかと思いましたね。では方法の方ね、説明します。その前にですね、アンチの方がどんなエネルギーを持っているのかってことを分析してみましょう。ね、吉谷さんはアンチの方は完全無視って言いますけども、すごくね、機会損失をしていると私は思うんですよ。それはもう考え方の違いなんで、私はアンチの方のエネルギーを、バッテリーすぐ切れるんですよね、デジカメって。はい。で、アンチの方がどんなエネルギーを持っているかってことに、まあ、耳を傾けて、目を、澄ますとよくわかるんですけども、アンチの方っていうのは、確かにね、すごいエネルギーを持っているんですけども、例えば、私に対してアンチな方って、私に対してもう NG を食らわしたいわけですよね。じゃあどんな方に共感するかというと、私のことに NG を食らわしたい、私に逆風を吹かせたい他のアンチさんと、まあもしね、気が合うような形になるっていう可能性があるんですよ。っていうことはですよ、いいですか、アンチの方匿名じゃないですか。で、私はサイトを1万4000個作ったって言いましたけども、そのおそらくですね、4分の1から5分の1はアンチコメントを自ら自分に対して書いてるわけですよ。匿名で。もう分かりましたよね。私に対してアンチなコメントをお寄せする方に共感する影の私が、私をアンチとしてものすごく責めるわけですよ。で、こう共感するわけですよね。で、あいつに一杯食らわせようぜっていう、そういうね、取り組みをさせるわけなんですよ。そこで売り上げを作るチャンスがあるわけなんですよ。だからね、この動画を見てるアンチの方ね、アンチのエネルギーでさえ隙があるんですよ。うん、だからこの方法っていうのは、私がね、今まで7年間1回も話したことないんですけども、むちゃくちゃうまくいく方法なんですよ。なぜならアンチの方のエネルギーっていうのは、こいつを苦しめるためだったらどんなことだってするぜと、動画がアップロードされたらすぐにバットをしてやるぜとかね、こいつが苦しむとか嫌な思いをするんだったらどんなコメントだって書いてやるぜっていうふうに、もうね、頭を絞ってるわけですよ。それこそ自分の人生を投げ打って人を責めることに対してものすごくね、執着してるわけですよね。じゃあそこに、お、応援するぜみたいな影のね、私が参加するわけですよ。そして、おお、やっていこうぞ、あいつムカつくよな、みたいな感じで共感して、一緒にこの教材買って、ちょっと、とっちめてやろうぜ、みたいなね、流れに持っていくわけですよ。どうですかね。いや、これがね、本当にね、うまくいくんで、アンチの方ね、そういうお誘いがあったら気をつけてくださいね。アンチの方っていうのは、ものすごいね、NG のパワーを食らわせる側面がものすごく弱くなってます。ですんで、自分にアンチをしている自分にアンチがいるってことに気づいてないんですよ。アンチをしていればもう怖いものなしになってると思いますけども、アンチをするってことは自分のエネルギーの100倍ぐらいのアンチに囲まれてるっていうことなんですよね。もう感じると思いますけども、 YouTube なんてのはコメントを書くじゃないですか。嫌なコメントを書くと他の動画の視聴者さんが、お前何言ってんだよみたいなね、傘にかかって攻めてくるってこと結構あると思うんですよ。で、それがその一部ですよね。だからアンチの方が最も損をして最も隙があるということなんですよね。でも自分の気持ちに正直に、誰かを励ますため、誰かを勇気づけるためにやってる人って、このね、まあ正と負の力っていうふうに分けられないと思いますけども、人を励ますための良いエネルギーっていうのは折れにくいんですよね。人を励ますのやめろよって言われて、折れちゃいますかね。人を応援することやめろって言われて折れちゃいますかね。どうでしょうかね。うん、自分の大好きなね、彼女とかいるじゃないですか。その彼女に、I love you って伝えてる時に、お前ちょっとかっこ悪いことやめろよ。何が I love you だよ。お前、イチャついてんじゃねえよとか言って、しょげちゃうような I love you な気持ちなのかってことですよ。いやいや、逆境になればこそ、もっともっと燃え上がるエネルギーなんじゃないかなと思います。それが本気だったらですよ。ということで、アンチの方から売り上げを上げるチャンスがある限り、アンチの方、全然 OK ですよね。アンチに商品を売ってこそ、アンチを自分のファンにしてこそっていうのは、こういうところに隠されてるわけなんですよ。まあですんでね、どこの誰が作ったかわからないような商品買った方がいると思います。それはもしかしたら、影武者たる私の分身かもしれません。ご用心ください。私はサイト作りとアフィリエイトのプロフェッショナルですからね。久保哲郎詐欺師で検索したら、私が作ったサイトが出る可能性、大いにありますからね。いや、そんな感じで人の心をね、もてあそぶ。そんな、もう怖い力があるわけですよ。アンチの方、手の上でね、もしかしたら転がされてるかもしれませんので、吉谷さんには要注意ですよ。ということで、いってらっしゃい。